日のビッグウッド32スイムチーム樋口亮チャンネルをご覧いただきありがとうございます。というわけで今回は前回のスカーリング動画に引き続きパート2をご紹介したいと思います。今回ご紹介するスカーリング内容、スカーリングというのはもう一度おさらいをしていただきますと、クロールでも、まあ、バタフライでも背泳ぎでも平泳ぎでも水をまずこのキャッチするキャッチ動作、水を掴む感覚をまずスカーリング動作を行うことによって養うことができます。でスカーリングっていうのは前回ご紹介した通り1種類だけではなく様々なやり方がありますので、まずパート2ということでいくつかご紹介したいと思います。まずはスカーリングキャッチ。スカーリングキャッチというのはスカーリングをまず2回行います。1、2で行って水のしっかり感覚をしっかりキャッチ感覚を養った後にキャッチ動作を2回1、2、これを繰り返します。もう一度やりますと、スカーリング2回やってからそのまま水をねこう掴む感覚をこう水がこうくっついてくるので、その感覚をしっかりキャッチで掴んで、この動作だけでどれぐらい前に進むのかまず各自でまずトレーニングしてみてください。それでは水中から見てみましょう。スカーリングを2回やった後にそのままキャッチを2回。ここでポイントなのは、キャッチをする際に平泳ぎのように肘を引くのではなく、肘をしっかり固定してキャッチを行いましょう。ここがポイントですね。クロールのスプリンターの場合、テンポを上げるため手を入水してからすぐにキャッチ動作を行いたいため、手首を直角に曲げながらキャッチをすると水をすぐにかけます。同じくクロールのスプリンターの場合、手を深く入水すると体重移動できるので、スカーリングキャッチも水面から約 3-40cm あたり付近で行いましょう。普段の練習から習慣づけることによって本番レースでもできるようになります。2つ目は 今は両手で主にスカーリング2回キャッチ2回をやりましたが、次は右手片手だけでやります。スカーリング2回、左手は気をつけてキャッチキャッチで、前回お話ししましたスカーリングをする際はただ腕を動かすのではなく、この水中ストロークで必要なこの脇の横、脇の下という大円筋を使うので、やってる最中に例えば右手でやる際は左手で大円筋を押さえながらしっかりこの外側に描く際に大円筋をしっかり使えてるかで、キャッチキャッチ、この際に大円筋でまずこのスカーリングをする際に大円筋をしっかりこうここで触って確認して、で僕のウェイトトレーニングの動画でキャッチする際は大胸筋を使うんですけど、この小胸筋っていう筋肉を使うために、まあ、ダンベルクローバーという種目を取り入れてますってご紹介したと思うんですけど、このキャッチする際にここのもし余裕のある方は小胸筋という筋肉をちょっと触って動いてるかどうか、キャッチ動作の際に動いてるかどうか確認してみてください。3つ目は今右手でやった反対の左手、ここで1、2、スカーリング2回やってからキャッチ動作を2回、こちらも大円筋を使ってるか確認したい方は右手で大円筋を押さえながらしっかり2回スカーリング1、2でキャッチキャッチで、このキャッチの際も小胸筋を使ってるかどうか確認できる方、余裕のある方は小胸筋をっていう感じです。
4つ目はまずキャッチ、今スカーリング2回キャッチやりましたけど、最初からキャッチを2回キャッチってやった後に水中ストローク、まあ、スプリンタークロール限定になるんですけど、ストレートクロールをしっかり、やり方は手をこう上げた状態で大円筋を使って、この1、2、3、この3ペアで全体を使って、このまま水を押し込むような感じ。もしちょっとしっくりこないという方は、プールサイドに手をついて、そこから上がるような感じで大円筋を使ってしっかりプッシュするように。でキャッチ2回、キャッチやって、ストレートプルやったら、次左手キャッチ、これも同じくキャッチ2回やったらストレートプル。この際にローリング動作を使うので、例えばですけど、あのアーチェリーとか弓を引くような感じでしっかり肩を前に出す、キャッチの後にストレートプルやる際に、右手で勝つ際は左手をこのままローリングしてあげる。で左手キャッチローリングっていう感じになります。それでは水中から見てみましょう。キャッチを2回やった後に、そのままストレートプルを1回、右手をかいたら次は左手です。ストレートプルをする際、弓を引くように左肩を前に出し、ローリングしてあげます。大円筋もしっかり使ってあげましょう。With the